はい、お疲れです、えー、と今日 AEW ダイナマイトが行われてましてこの AEW ダイナマイトの結果もろもろを受けて7.1禁断の扉の全対戦カードがほぼほぼ出揃う形になりましたんでなので今回はこの禁断の扉のこのカードもろもろについての真相を、えー、全て包み隠さずお話ししていこうと思います。はいまあ、皆さんも知っての通り AEW といえばトニー・カーン。そしてトニー・カーンといえばこの私の出番ではないかなと、えー、勝手に自負しておりますので。なので、えーまあ、その点含めてですね、今回はこのカード編成に関して、今までね、僕はもう言いたいことがもう溜まって溜まって溜まってたんですよ。もう早く言いたくて言いたくてしょうがなかったんですけども、 本当はもう先週ぐらいのうちから、もうこのカード編成に対してもうがっつり言及したかったんですけども、いや、ちょっとフライングしちゃあれだから、せめてじゃあ言いたいんだけども、まあ全対戦カードが出揃ったぐらいのタイミングで、本当ギリギリまでこの僕の言いたい気持ちをギリギリまでこう溜めておこうと思ってたんで、はい。なので、えまあそのね、僕の色々言いたいことがこう溜まってる状況ですので、はい。えかなり、 えー、濃い内容になってるかなと、勝手に自負しております。はい。まあそんな感じっすね。はい。で、今回のこの禁断の扉のカード、なんとなくこう、全体のこうの空気感として、今年のカード微妙だな。あれ、新日本の選手、全然出てねえじゃんみたいな。なんかそんな感じの現状なんですよ。で、今年、なぜ、この禁断の扉で新日本側の選手の参戦が非常に少ないのか、これは、新日本の 参戦選手が少ないイコールこれが今のトニー・カーンの新日本プロレスに対しての評価みたいなそれが露骨に表れてるかなっていう感じっすねなので新日本選手が現状わずか4名しかいないイコール今の AEW にとって新日本所属選手でわざわざこっちに派遣してまでも呼びたい選手っていうのがほとんどいないっていう これを表してる今回のこのカード編成かなっていう感じですね。はい。ただまあこればっかりはもうしょうがないですよね。今までもトニーカーも私欲しい岡田欲しいオスプレイ欲しいって言ってね,ね、トップどころをもう持ってっちゃったんで、まあそうなっていくと自然とね、残された新日本から、ね、選手層が この AEW がこの欲しがるようなこの選手層というのが薄くなってしまうのはね、まあこれも物理的に考えたらもう当然のことなんで、まあ致し方ないんですけどもね。うん、まあ一応まあこの今回の新日本の参戦選手が少ないのは、現状 AEW にとって、トニー・カンにとって欲しい選手、見たい選手がほとんどいないっていう、まあこれの表し、これのえ一種の まあ、表明かなっていう感じですね。はい。はい。まあ、っていう風な感じで、こまあ、僕がね、思う、この AEW とこの新日本の、まあ、この今回のこの禁断の扉のカード編成に関しての、裏側のやりとりって、多分こういう感じかなっていうのが、もう脳裏に浮かんでるので、まあ、多分、おそらくこういう感じの背景で、今回こういうカードが決まってったんじゃないのかなと思うんですけど、プルルプルルプルル。 お疲れ様です。ロッキーです。おー、ロッキーどうしましたとにかく、今回の禁断の扉のカードに関して、棚橋さんから色々と要望がありましたんで、それをお伝えしようと思います。おー、禁断の扉のカードに関してですかわかりました。では、どんな要件でしょうかまず、棚橋さん曰く、 今回の禁断の扉、現状発表されているカード、ナイトタイムオクスリー、これの他に、棚橋さんが出してほしい選手、新日本が出してほしい選手、真田、デビット、フィンレー、できればあとロスイングメンバー、できれば新日本の、新日本所属の選手、いろいろ出してほしいって言ってました。おー、真田、デビット、フィンレー、ロスイング、ベルナブレス、デハッポンですか まずサナダ私サナダの見たいカードない。サナダ見たいカードない。だから、サナダ、いらない。そして、デビット・フィンレ、私、いらない。デビット・フィンレ、いらない。で、ロース・イン・ゴ・ベルナブレスって8本ですかうん、日本じゃ人気があるみたいですけども、 我々、AW にとっては、あまり、需要がないんですよ。ここ、新日本じゃないよ。ここ、AW だよ。お、oh, sorry ハベルトサトシソーザみたいになってしまいました。うん。なので、ロースイング・ベルナブラスって8本。うーん。出すとするのであれば、誰かが欠場してしまった時の、リザーバーぐらいのポジションでしょうね。 もしくはゼロ試合とかで去年と同様に出してもゼロ試合が限度じゃないですかそんなもんですおお真田もフィンレもダメですか田中さん曰く真田はできればシングルマッチで AW の大物と当ててほしいって言ってたんですけれどもやっぱりダメですかねおお真田のシングル私見たくない真田 あんまり面白くない。真田はいらない。うーん、大物とシングルですか。おうちなみに、慎吾、ンゴは暇なんですか高木慎吾は暇なんですかはい、高木慎吾も暇です。高木慎吾に限らず、このフォービデンドゥ d e のシーズンは、一週間前から、このスケジュールに合わせて、新日本プロレスは、 大会がかぶらないように完全に丸々1週間オフにしてます。なので、えー、ほとんどの選手は基本暇です。暇ってか全然いけます。ああそうですか。まあ、禁断の扉のためにスケジュールがかぶらないようにするのは、まあ当然でしょうね。まあそれはいいとして。だったら、サラダはダメですけども、シンゴだったらいいでしょう。うーん、そうですね。 シンゴとダニブラで行きましょうか。シンゴ対ダニブラだったらいいですよ。オーハート杯の1回戦で当てましょうか。ダニブラとシンゴでやりましょうか。ちなみに試合結果はダニブラが勝ちますけども、それでもよろしければシンゴ対ダニブラ行きましょうか。わかりました。田中さんに言っときます。ちなみに とニカンダニブラじゃなくて略すんだったらブラダニが正解です今のリングネームはブライアンダニエルソンですからダニブラじゃないです略すんだったらブラダニが正解ですああロッキーあなた細かいあなたちょっとうるさいどっちでもええやんまそれはさておいてその他に何かありますか一応 今回出場予定だった海野翔太ですが、先日腰の負傷をしてしまったので、今回欠場することになりました。おー、翔太欠場ですかおー、ちなみに何があったんですか海野翔太は先日 AEW から帰国した後に野球を見に行って、その翌日の札幌大会の練習中に腰を負傷して、 ぎっくり腰という診断でした今日本では海の翔太が結構炎上してます野球を見に行ったからこうなったんだとか今ざわざわしてる海の翔太ですおあ、野球を見に行ったんですかおあ、かわいそうですねおあ、せっかく AEW に呼んであげてその翌日に野球見に行ってんで腰のぎっくり腰ですかおあ、海の翔太 お大事にしてくださいうーんまあ海の欠場ですかうーんじゃあこれでエディ・キングストンとのタックルンで地エリートとの戦いの予定もなくなりましたねこれはどうするんですかなので棚橋さん曰く今回海野の,の欠場によって岡田と対峙するのは棚橋さん社長自ら出向くって言ってました。 さすがに岡田和親が退団してからまだ半年も経ってないのでさすがに他の選手も当たるの気まずいから自分が代表して岡田と当たる田中さん言ってましたそれかもう一個の案として海野が欠場になってしまった分岡田と当たるのを辻陽太にしたいと言ってましたなのでジエリート対ロスインゴ岡田と辻の絡み これは、もし、できるんであればどうでしょうかって言ってましたけども、どうですかね。おー、辻よ太ほう彼は、確かにいい選手ではありますよ。ただ、ネームバリューが弱いんですよ。まだまだこっちじゃ、誰も知らないんですよ。確かにいい選手ですけども、まだ、彼のネームバリューじゃ、ヤングバックス、カズチカと当たるには、 ネームバリューが弱すぎなのでダメです。なので、無難に、棚橋さんと当たるのが一番いいですね。はい、わかりました。棚橋さんと岡田で行きましょう。で、その他何かありますかはい、一応棚橋さんからの要望はこれくらいでした。逆に、日本から呼びたい選手、誰かいますかおー、日本から、そうですね。ほとんどいないんですよね。 もして言うなら、ミノル・スズキ。ミノル・スズキを呼んでほしいですねおー。対戦相手は、ジェリコのシングル王座に挑戦。これでどうでしょうか鈴木ミノルにアポ取ってください。わかりました。鈴木ミノルは新日本所属じゃないですけども、まあ一応日本人側、新日本側扱いというところで、ジェリコとのシングル、連絡しておきます。そうですね。よろしくお願いします。 それから今回安みちゃんは来れないんですか一応ミスター岡田から中野タムと渡辺桃を派遣するっていう連絡はありましたけども私安住欲しいんですよ安住み見たいんですよ安みちゃんはなんでダメなんですか岡田太郎曰く安住は今スターダム内でちょっとメインストーリーに絡んでくるためどうしてもこの時期は 外すわけにはいかないなので中野タムと渡辺桃を今回送ったっていう風な見解だったそうですおおそうですか残念ですねほうスターダムのストーリーに絡めるよりもここ禁断の扉に回した方が彼女にとっての大きいメリットですよ岡田太郎その辺爪が甘いですね爪が甘いミスター岡田 彼はまだまだわかってないこの AW とトニーカンというものを彼はわかってないだからまだまだ舐められるんですよ彼はま今回はしょうがないです諦めますよでもそのうちあずみちゃん私欲しいんでもらっちゃおうかなあずみちゃんのあの猫耳バンドあれ私とオスプレイの提案で決めたコスチュームだったんですよ 私、安住欲しいな。まあ、それはいいでしょう。まあ、それぐらいですね。まあ、私みたい選手、日本からはそんないないんで、まあ、これくらいですかね。あ、わかりました。あと、最後に、棚橋さんからで、禁断の扉、これを日本で来年か再来年あたりには、そろそろ日本でも開催したいって言ってたんですけども、この件に関してはどうでしょうかね。おお、日本で禁断の扉ですかおお、残念ながら、 何度も言ってるように、日本でやっても、利益になりません。下手したら赤字になるかもしれません。私にメリットないんですよ。でも、これに関しては、棚橋さん、ニュージャパン、あなたたちが悪いんではないんです。日本という今のこの経済格差、これが一番の要因だと思いますよ。そして、 その日本の家事を取ってる内閣総理大臣、誰でしたっけロッキー岸田文雄です。うんそうです。岸田文雄、彼を引きずり下ろす。ここから始めるのが、まずはスタートです。なので、ニュージャパンファンの皆様、禁断の扉、日本で開催してほしいのであれば、あなたたちは、まずは私に言うんではない。 やらなきゃいけないのは、選挙に行ってください。そして、岸田を引きずり下ろす。まずはそこからがスタートです。はい。まあ、っていう風な感じが、まあ、今回の、まあ、この禁断の扉のこのカード編成に対しての、まあ、こんな感じの裏側ってどうですかね。はい。まあ、ちょっと長くなったんですけども、まあ、ニュアンスとかはね、ちょっと違ってるかもしれないですけども、まあ、現実的に考えたら、まあ、こんな感じってどうですかね。はい。まあ、そんなとこですかね。はい。 はいで最後に今のこの新日本とこの AEW のこの協力体制的な部分なんですけど結構ね目にするのが新日本は AEW と切った方がいいとかっていう、うん、AEW から離れるべきだとかっていうのをたまに見るし、うん、まあ僕もねたまにまあそういうのを思ったりするんですけどもでも今のこの状態で新日本が AEW と円を切るこれってね やるのってすすげえリスクなんすよもし新日本が AEW と円を切りますでそれに対して逆恨みした AEW 側が新日本を潰しに来るっていうそのリスクってなくはないかなって思うんすよぶっちゃけ向こうの資金力って半端ないんでだからまあお金の力で いくらでもね、選手囲って、もう新日本のね、あのトップどころもうさらにもう全部引っこ抜いて、新日本をこう潰しにかかるっていう、それもできなくはないっていう、現実的にね、もし今の新日本が AW と縁切ったら、逆上した AW e、w、側が、なんかそういうことやってきそうかなっていう、そのリスクって全然あるんすよね。だから、 変に今 AEW と新日本、新日本がちょっと今の状況に関してちょっと縁を切りたいってなっても切るに切れない。そのいい代表例っていうのが今のロッキーロメロ。ロッキーロメロは新日本と AEW の裏方としての2団体所属っていうポジションらしいんですよ。これが意味するものって AEW が ロッキー・ロメロを人質にとって、もし何かあった時に、ロッキー・ロメロも AEW に完全に引っこ抜いて、この裏方でもうかなり優秀だった、このロッキー・ロメロを AEW に囲うっていう。うん。だからその辺も考えていくと、今変に AEW と円を切るっていうのは、非常にリスクが高いっていうのが僕の見解ですね。はい。なので、まあ、このね、 対等な関係とかって言われてますけども実際はやっぱり対等じゃないっすよかといって縁を切るるっていうのもリスクがあるその代表例がロロッキーロメロまあ言ってしまうとロッキー・ロメロならぬ人質・ロメロみたいな僕はそんな感じで見てるんですけどまあねあのこのロッキーっていうこのね大きい人質もいるからこそあの完全に縁を切るっていうのは非常にリスクが高い。 まあ僕はけんこういう見解に落ち着くので、なのでこの新日本と AEW が完全に縁を切るっていうのは非常に難しいっすね。うん。普通に縁を切るっていうのはできないんで、なんか AEW がなんかやらかして、その流れで縁を切るとか、そういうタイミングとかじゃないと非常に難しいかなっていうのが今の現状かなっていう感じっすね。はい。まあそんなとこっすね。はい。以上です。はい。まあてな感じで、結局今回何言いたかったっていうと、 かつて AEW との協力体制を堅くなに拒んだハロルド・メイ社長。今改めて思い返すと、もしその当時のメイ社長が AEW と絡むことによって、ここまで囲われてしまうリスクがある。この辺まで見越しての、あの堅くなに協力体制を拒んだのであれば、ハロルド・メイ社長の リスクマネージメント力半端ないな。ってこと。